じゃあそういうわけで、失恋を祝した乾杯でもしましょうか。そう、むしろ優しいと思うけど、あんたを慰めてあげるんだから。他に誰がいるのよ。視力大丈夫？あのね、そんな不機嫌面ばっかしてるから、あんたってばモテないのよ。元は悪くないのにね。あらら、枯れてるね、お兄ちゃんは。でも、昔に比べるとだいぶ変わったのは確かかな。そんな顔しないの。まあ、なんて言えばいいのかな。うまく言葉が見つからないけど。そうね。あんたってここんところよく喋るよ。あ、違う違う、そうじゃなくてさ、なんていうかこう。生きたセリフを口にするようになったっていうか、裏表がなくなってきたっていうかそんな感じ。私、あんたが感情的になるところって今まで数えるほどしか見たことないよ。さっきみたいな派手な八つ当たりは特に初めて。あんたはいつもナハトと水面下で争ってたから、今まで周りに目を向ける余裕なんてなかっただろうし、逆にそれぐらい無関心じゃないとやってけなかったんだと思うよ。あくまで想像するぐらいしかできないけど。でも最近、どういうわけからしからぬ言動が増えてるよね。一体どうしてなんでしょう。ちょっと教えてくれないかな。きっと全部リルちゃんのおかげだね。だって本当なんだからしょうがないじゃない。私だって少しは悔しかったりしてるのよ。私やカーマインが10年以上かけてもどうにもならなかったことを、あの子ったらほんの数日でやっちゃうんだもん。自信喪失どころかもう完全に脱帽だわ。あんたは探し物をついに見つけたんじゃないのかな。
それでカーマインは復元屋になるって言い出して、私はあんたをいつでも迎えられるようにこのエリアを蛇から独立させたんだっけ。懐かしいね。いや、あの頃は若かった。うわ、ボディーブロー、悪かったわね、老けちゃって。いいえ、何にも。ただ少し前ならそんなセリフ絶対言わなかっただろうなって思ってさ。あの子、リルちゃん、カーマインから聞いたけど M 区で見つけたんでしょ。羽なんか生やしてあんたとナハトをぶっ飛ばすぐらい強いのに、ほんと、なんか変な子だよね。あの子がさ、あんたの探し物だったのかもしれないって思ったら、ああ、しょうがないのかなって思っちゃったよ。うん、だって、私たちには無理だったし。だから、ね、やっぱりあの子を追いかけなよ。きっとまだ間に合うから。そうだけど、ずるい女よりかっこいい女の方が好きだから。だったらもうそれでいいじゃん。あの子にはこんな街なんて似合わないし、外に行こうって言われたんでしょ。そうでもないと思うけどね。まあいいから、ほら、さっさと行った行った。それじゃ、一丁かましてこい。
度と失いたくない。これじゃあとても飛べませんね。重いですよ。わからないことが多すぎて。それなら鎖を切ればいい。え？誰ですか？こんばんは、天使さん。俺のことは覚えているかな？あなたは…私に何の用ですか？人質に取ろうとしたって無駄ですよ。だって彼とはもう…ああ、違う。別に君らを害するつもりはないんだ。そんなに警戒しないでくれ。これでも一応、病み上がりでね。荒事は控えろって言われてるんだ。なるほど。その様子から察するに、先代は相当君らに嫌われていたらしい。だがまあ、それもいいか。何か因縁めいていて素敵だし、嫌われるのにも慣れている。ただ今は天使さん、君の願いを叶えてあげよう。飛びたいんだろ？だったら飛び方を教えてあげるよ。君は自分が何者で、何をなし、何を求めているのか知らないといけない。いや、知りたいと思っているなら知るべきだ。自由意志を持つ資格、存在意義を求める権利、君はそれらを持っている。行使しない手はないだろう。なぜなら彼だっていつもそうしていたんだから。私が飛ぶために必要なことは何でしょうか？さて、何かな。俺は君じゃないんだし、正確には分からんね。ただそうだな、アドバイスでよければしてあげられる。彼はこんな時何をして自分を確かめていたんだろう。大きく分けて2つあるが、君らに共通するものは？
迷った時には得てして原点に戻ってみるのが効果的だ。君らは二人とも同じ場所に深い縁を持っている。つまり M 区画、あそこに行ってみるのはどうだろう。そうだな、できるだけ深い場所まで、誰も到達したことがない深部まで。すると何かが見えるかもしれない。はい、そうですね。そこに行けば私は飛べますか？ああ、きっと飛べるよ。そして一度飛び立てば。失礼ですが、少し試させてもらいますよ、マスター。悪趣味だね。お前何やってんだよ。危なっ。お前ちょっと待てよ。もう畜生、このバカ力、腕が外れるかと思ったろ。もし壊れたら一体どうしてくれるんだよ。ん？ああ、どうやらナハトじゃないんだな。それでもギリギリな感じはするが。いや別に、あるって言えばあるし、ないって言えばない。怖いな、そんな顔するなよ。ただ見舞いに来ただけだって。
信用ないね。エニスと扱いが違わなくない？おい、大丈夫か？M 区に行くんなら、リルもきっとそこにいるぜ。よく見ろよ、スーツがなくなってるだろ。どうするんだよ、少し面倒な事態だけど。そうか、まあ仕事だしな。